はい、こんにちは。今日は2007年大分大学医学部の問題です。問題はこちらです。7、括弧 x プラス y プラス z イコール2、括弧 xy プラス yz プラス zx を満たす自然数 xyz、x 小なりイコール y 小なりイコール z の組をすべて求めよといった問題ですね。これはですね、範囲をいかに求めるかというのがポイントになってきますね。よくある手法として、例えば、7括弧 x プラス y プラス z と、イコール、例えば 2xyz みたいな形であれば、こっちが足し算、こっちが掛け算ですね。こういった形であれば、例えばここ3つ同じ形を揃えてあげると。まあ、全部 x ですると、ここ 3x になりますね。で、7かけて 21x。で、この代償関係があるとすると、x が一番小さいわけですから、これは 21x 以上ですよとかっていうふうにできますよ。また全部 z にすれば 3z×7 で 21z 以下ですよと。で、これがこんな風に範囲を絞ることができて、まあ、例えばこっち使うと z がこう消去されて xy っていうのが2分の21以下ですよとかっていう風に抑えることができますよね。範囲を求めることができる。ただ今回こっち側は足し算この形なんですが、こっち側も足し算になってるんですね。しかも2つかけたものの和になってるよと。こっち掛け算だと、まあ、こんな風にできるんですけども、まあ、今回これだとうまくいかないなと。全部同じもの揃えても、こっち側うまいこと消去できないんですね。ですので、ちょっと工夫が必要になってきます。で、どういう風にすればいいかっていうと、これと同じ形を揃えてあげるんですね。つまり、7括弧 x プラス y プラス z イコール2倍のこの形なんですが、これを、x プラス y プラス z この形を揃えてあげると。これ同じものにするんではなくて、ここの形を揃えてあげて、これが消えるような形にしたいよと。で、ここ x にしましょう。そうするとこれは x2 乗、つまりこの y を x に変えたもので、ここ次 xy ですね。つまりここの z を x に変えたものがこれですよと。で、ここ zx でこれになるので、つまりここ y を x、それからこの z を x に変えるとこうなりますよと。で、つまり y、z を x に変えてるわけですから、これの方がこれよりも小さくなりますね。ですので、これ以下と。こっちの方が大きくなるわけですね。これはこれと等しいわけですから、こっちの方が大きいということで、これ以下の値ですよというふうにできますよと。こんな風に一部分を x で揃えてあげて、これを作り出すよと。そうするとこれ正の値ですから、自然数ですので、これがバッサリ消えて、x の範囲が2分の7以下ということで、範囲を絞ることができます。で、自然数 x ですから1以上。これを満たす x っていうのは1、2、3しかないねということで、1、2、3。で、これをあとは、代入して y、z の値を決定していけば OK ということになります。で、こんなやり方気づかないよという人もいると思うんですね。で、これに気づかなくてもできる方法として、もう一個やり方を紹介したいと思います。では別の範囲の絞り方としてですね、今度は予想を立てるというやり方があるわけですね。今回これ見てみると、こっち側は3つの足し算、こっち側2つかけてそれの足し算ですね。ですので、これっちの方がかけてる分大きくなりそうですよね。これ x をどんどん大きくしていくと、それにつられて yz も大きくなっていくわけですから、x をぐーんと大きくしていくと、こっちの方がかけてる分大きくなりそうだと。じゃあ x はそんなに大きい値は取れないだろうという予測が立つわけです。じゃあ例えば x を10としてみましょう。で、yz も小さく見積もって10、10としましょう。じゃあ全部10としてみると、7かける10たす10たす10ですよと。これが左辺ですね。で、右辺の方は2括弧10の2乗たす10の2乗たす10の2乗ですね。これが今 x が10の場合。これ計算してみると、100たす100たす100で300かける2で600。こっちは30かける7で210ですから、こっちの方が大きいですよね。で、今 x を10としただけでもこうなるよと。x 10以上にするとこの差がどんどん開いていくだろうと。どんどんこっちの方が大きくなっていくだけだろうという予測が立ちますよと。で、これどんどん x を小さくしていってみると、じゃあ x を4としましょう。x を4とすると2括弧、まあ yz も小さく見積もって4とすると、4の2乗たす4の2乗たす4の2乗になりますね。で、こっち側は7括弧4たす4たす4。これはどうなるかっていうと、資産12かける7で84。こっちは16の3倍ですから48かける2で96。こっちの方がまだ大きいですよね。じゃあ4以上はまだずっとこれは x は、4以上だとこっちの方が大きくなっちゃうんだと。じゃあ3の時を考えましょう。x3 にしてみると2括弧3の2乗3の2乗3の2乗。
YZ も小さく見積もって3とするとこうなりますよと。でこっちは7かっこ3たす3たす3。これ計算すると 9×7 で63。こっちは9が3倍で 27×2 ですので54。これで初めてこっちの方が大きくなりますね。ということで、X が3以下であれば可能性が出てくるわけです。つまり今、YZ を小さく見積もって3と X と同じ値にしたので、こっちの方が大きかったんですが、YZ をもうちょっと大きくすれば、これとこれが等しくなるところが出てくる可能性がありますよね。ということで、X が3以下であれば、まあ、これをが等しくなる可能性があるなと。ただ4以上の場合には、こっちの方が大きくなっていくので、可能性はないと。等しくなる可能性はないだろうということで、つまり X が4以上ではこれを満たすものは存在しないということを示せれば OK なわけです。じゃあ X が4以上でこれを満たすものがないということを示していきましょうと。じゃあどんな風に示すかっていうことなんですが、今範囲として X が4以上、この範囲ですね。この範囲で考えてこれを満たすものがないを示したいと。で X が4以上ですから、これをまず X について解きましょう。そうすると X が含まれてるのここですから、これをこっちに持ってきて、ここ7があるので、7-2y-2z の x ですね。イコール、これをこっちに持ってきて、-7y-7z。で、あとこれですね。プラスの 2yz と。こうなりますよね。で、今 x は4以上ですから、ここは4以上。で、ここの括弧の中身は、yz も4以上ですから、ここ4以上、4以上で、ここマイナスですから、7からこのマイナスすると、ここマイナスになりますよね。負になるよと。で、X は4以上だということなんで、X を4とすると、4より大きくなっていくわけですから、これマイナスなので、4の時が一番数が大きくなりますね。これ4の時が一番大きくなるよということで、これを4としましょう、X を。そうすると、4(7-2y-2z)。この時が、これが一番大きくなるよ。つまりこれが、これの最大値がこれですよということになります。つまりこれ以下ということになりますよね。ということで、こんな不等式が立ちますよと。4の時が最大ですよということで、これ以下。で、今度これ X が消えたので、今度 Y について解きましょう。これこっちに持ってきて Y について解くと、まあ、とりあえずこれ計算しましょうか。7-28-8y-8z。で、これこっち持ってきて Y について解くと、Y はここにあるので、こっち持ってきて、ここですね。そうすると、-y-2yz と。で、y でくくると、-1-2z ですね。の y が、これとこれをこっち持ってきて、-28+8z。それからこれですね。-7z と。ということで、ここは z になるので、こうなるよと。で、ここでまた、ここの部分は z は4以上ですか、ここ負ですね。で、y は4以上ですから、これ4以上。ということで、またさっきと同じで、4の時が最大になるよと。ということは、これは、最大は4の時ですから、y を4としてあげて、-1-2z ですね。以下ですよ。ということは、これが、こういうふうに、z の不等式になるわけです。で、あとはこれを解きましょう。これ解くと、-4-8z。で、これを、z をこっちに持ってきて、9z が、28こっち持ってきて、28-4 ですから24。ということは、9分の24以下と。z は9分の24以下になりますよと。ただこれ計算すると 2. 点いくつって値ですね。ただ z は4以上でなければいけなかったのに、2. 点いくつ以下の値になっちゃうよということで、これを満たすような z は存在しないということで、この式は満たすものはないよと、自然数はないよということがこれで言えました。ということは、X が4以上ではダメだということが言えたので、X が3以下ですよと。そして、自然数でということから1以上3以下。ということで、X は1、2、3だということで絞れました。こんな風に求めることもできます。では、あとは X イコール1、2、3をここに代入して、YZ の値を決定していきましょう。まずは、X イコール1の場合考えると、1代入して、これ展開すると7+7y+7z イコール、ここ1ですから 2y+2z+2yz とこうなりますね。で、ここの部分こっち持ってきて整理するとここが5になるよと。5y5z。で、ここが消えて、これもこっちに持ってくると -2yz になりますよと。で、7はこっちに持っていくと -7 と。こんな風になります。
で、ここで y でくくりましょう。掛け算の形にしたいので、これ y でくくると y かっこ 5-2z プラス 5z イコールマイナス7と。で、これ、マイナスを前に出すと 2z-5 となりますよと。で、これと同じ形をこっちに作りたいわけですね。つまり、ここの部分をうまいこと変形したいよと。これをですね、5かっこ 2z にしたいんですね。2z にしたいので、2分の5にしましょう。こうすれば 5z ですね。で、この形を作りたいので、マイナス5を用意してあげると、そうするとマイナス2分の25を引いてるので、2分の25を足してあげれば元に戻りますよと。で、これはこっちに持っていきましょう。そうすると、マイナス2分の25、こうなるよと。で、ここで同じ形がこれできましたよと。そうするとこれまとめられますよね。で、これマイナスを前に出すと、y マイナス2分の5、かっこ 2z マイナス5、イコール、これですよと。で、ここでマイナス消しましょう。両辺マイナスかけると、ここプラスになるよと。で、ここ2分の5嫌なので2倍しましょう。2倍すると、ここ2倍で、この部分が5になるよと。で、これ2倍するので、14たす25ですので、39ですね。39になるよ、ということで、うまいことこんな形になりました。積の形になったよ、と。で、ここは 3×13 ですから、掛け算の形で分けていきましょうと。で、範囲を考えると、今これ z の方が y より大きいわけですね。ですから、こっちの方が大きい数。そして、今 x1 としているので、1以上の数ですね、yz。yz1 とすると、ここマイナス3、マイナス3ですから、ここマイナス3以上だと。こっちもマイナス3以上。ただ、マイナス3とマイナス3、マイナスの場合は、マイナスマイナスでプラスになる場合もあるんですが、39にはなり得ないですね。両方マイナスで39になるってことは、この場合はないので、両方プラスの値しか取れないよと。じゃあ、プラスの場合、プラスかけるプラスで考えましょうと。そうすると、3×13、それから 3×13 と1、この場合しかないですよと。こっちの方が数が大きいわけですから、この2つしかないよと。じゃあ、この2つの場合は、あと考えていくと、x、y、z が決定しますよと。今、x が1の時ですから、x が1。で、y、z はいくつになるかっていうと、じゃあ、1の時はこっち6になるので、y が3ですね。で、こっちの時は、39ですから、マイナス5でプラスして44ですから、22ですね。こうなるよと。で、今度こっちの時はっていうと、同じように考えると、1、4、9と、こんな風になります。ということで、x が1の時はこうなるよと。で、同様に2の時もこんな風に変形して、3の時も変形してやっていけばできますよと。で、ちょっと計算は省略しますけど、結局どうなるかっていうと、あともう1個あって、もう1個の時は2、2、20と。この場合も成立します。ということで、求める答えはこれということであります。まあ、今回のポイントはとにかく範囲を絞るってことですね。いかに範囲を絞ってこの形を作るか。あとはこれ計算していくだけですので、そんなに難しいことはないかなというふうに思いました。以上です。ありがとうございました。